ホーム勝負色のホームドア、東山駅は、京都府京都市東山区大出町にある、京都市営地下鉄東西線の駅。駅番号は T10。地下鉄開業以前の京阪京新線時代は、東山三条駅。東西線開業まで、駅直上の三条通りには、京阪京新線が付設されており、東駅付近には、東山三条駅が設置されていた。 駅施設は第3セクターの京都高速鉄道が建設を担当した。ホームは地下3層にある。他の東西線の駅と同様、伏線の島式ホームとなっており、ホームドアが設置されている。東西線の駅は駅ごとにステーションカラーが制定されており、当駅のステーションカラーは小部職である。2007年4月より、県売駅前に、 京都市営バスの接近表示板が設置された。京都、東山花道路の開催中には、改札外コンコースに床置きの暗闘が置かれる。2019年度の1日平均上行人員は19,622人で、ある。近年の1日平均上行、乗車人員の推移は、下記の通り。駅のやや西に、東山山上交差点がある。 平安神宮など、岡崎公園一帯の観光地へも近い最寄りのバス停は、東山山城停留所、市バス、京都バス、京阪バスが停車する。観光シーズンの再繁忙期には、東山山城バス停を経由して、京都駅に向かう市バスの乗客に対して、東駅から京都駅までの地下鉄線を利用できる振り替輸送の措置が取られることがある。なお、この措置は、 東山山上以南の京都市内の道路渋滞が激しい場合に状況を判断して実施される。A.B. 袖悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄4号京福電機鉄道、永山電鉄、佐賀の観光鉄道、京都市交通局、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、 週刊朝日百科、2011年4月3日、22から23ページ。京都市交通事業白書令和元年度版54ページ。京都市交通事業白書平成20年度版、平成25年度版、平成27年度版、平成29年度版。地下鉄、市バスお客様1日80万人に向けた取り組み状況について。 2019年6月17日閲覧。秋の観光シーズンにおける市バス、地下鉄の運行について京都市情報館交通局。ありがとうございます。